スピード、パワー、ボディ、どれをとっても負けてはいない。お前のようなオールドロボットに負けるなどありえない。ハイマックスまでもが、ここはひとまず引くとするか。待て、逃がさんぞ。この死に損ないのオールドロボットめ、このままでは決して終わらん。わしの手で必ず息の根を止めてくれるわ。ひとまずさらばじゃ。 X、 落ち着くんだ。我々はお前を失うわけにはいかない。今の戦いでダメージを受けている。あと少しのところで。了解、戻るよ。何がおかしい？笑わずにはおられんわい。あの X でさえ歯が立たなかったハイマックスを倒してしまうとはな。笑いが止まらん。でも狂ったか。お前の仲間がやられたんだぞ。何がそんなにおかしい？まあいい、残るはお前だけだ。
今すぐ倒してやる。何か言ったか小僧。なんだ、体が動かん。ゼロ、貴様のことはこのわしが一番、生きていることさえ分かれば貴様などいつでも捕らえることができる。今はハイマックスを連れて帰るのが先じゃ。待て、逃げるのか。体が今の貴様に何ができる。逃げはせん、また会おう。約束。大丈夫か、ゼロ。すぐレスキューチームをそちらに送る。あの状態ではハイマックスもしばらく何もできないだろう。だからお前もおとなしくハンターベースに戻るんだ。それはとても強力なプロテクトのようなものね。外すには時間がかかりそうね。さすがのあなたでもそれが外れなければ動けないでしょ。ああ、なぜかいか何もできそうにない。あら、そのプロテクト、どうやら次元式になっているわ。放っておいても外れるかも。しかも、おかしいわね。動きを封じる他に強力なバリア機能まで。一体何のために？